この話は知り合いの A 君から聞いた話です。 A 君というのは九州の大学に通う学生なんですが、その A 君、いつもですね、3人 A 君、B 君、C 君、仲のいい3人でいつもつるんでいたそうなんですね。で、ある日、中でもね、ノリがいい B 君がね、2人に言ったそうなんですよ。ああ、この辺に幽霊が出るトンネルがあるらしいよ。なんでもそこ12時ぴったりにトンネルに入ると出るらしいんだよね。もともとそういうことが好きだった A 君はもう興味津々で、そんなあるの、行ってみようよ、盛り上がったそうなんですね。ただね、C 君っていうのが結構霊感が強い子だったらしくて、いやー、俺は行きたくないな、やめようよそういうの、危ないよ、なんかこう固くなに拒んだらしいんですね。でもなんかもう A 君 B 君はもう結構行きたかったんで、何ビビってんだよお前、怖いのかよ、結構ね、その C 君のことをねからかったらしいんですよ。そんなこともあったんで、渋々じゃあ行くか、3人で行こうかっていう話になったらしいんですね。そしてその当日、トンネルの近くまで車で行ったんです。11時59分、12時ぴったりに入ろうかということで、3人がトンネルの前で並んだんですね。一斉に入ろう。そこで B 君が12時のカウントダウンを始めたんです。行くぞ、10 9 8、本当こう何か起こりそうな雰囲気なんです。ここで霊感が強い C 君言ったんですね。いや、なんかやっぱ気持ち悪いからやめない、やめようよ、ここまで来て何言ってんだよ、行くぞ。 B 君ね、カウントダウンやめないんです。5 4 3 2 1、3人一斉にトンネルに入ったんですね。どう、なんか感じる。そんなこと言いながら3人でトコトコどん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 奥へ進んだそうです。 B 君何にも感じないんで、何にもないよな。 A 君もそうだな、話してると霊感が強い C 君が言うんです。なんかいる、なんかいるよ。そういうのやめろよお前。そういった瞬間、急に C 君がうわー、奥を見てすごい形相で叫び声を上げたんです。うわー、ピエロが来る。え、何言ってんだろう、わからないんですけど、 C 君急に振り返って今いたトンネルの入り口の方にうわーすごい勢いで走って逃げ出したんです。何言ってんだ、分からないんですけど、 A 君 B 君もその C 君の表現ぶりにこれやばいと思って一瞬こうブワーッすごい勢いでこう逃げたらしいんですね。で、車のところに行ってこう着いた時に C 君がこう B 君のもう胸ぐらを掴んで、早く出せよ、ピエロが来るよ、とにかくピエロすごい言うらしいんですよ。なんだよそれ、思いながらこう B 君運転席でエンジンかけて、A 君も助手席に座って、で C 君後ろをね、座席にこう座って車出発させたんです。何だったんだよ、車内すごい空気なんですよ。何かただならぬ悪さをしてしまった、だからそんな気持ちになって、3人が車内で誰も口を開かなかったそうなんですね。シーンとした中、しばらく走るとコンビニが見えたんで、B 君そこで車を止めたんです。一息ついてやっと口を開いたんですね。 A 君と一緒に後ろの後部座席 C 君の方を振り返りながら、おい、何だったんだよ、さっきのピエロって何だったんだよ、そう振り返った時に C 君後部座席で死んでいたそうです。 C 君が亡くなってしまったので、そのピエロというのが一体何だったのか今では知る由もありませんが、
皆さんもくれぐれも心霊スポットに行くときは気をつけてください。